幕末、それは新時代へと誘う夜明け前の景色。令和の長崎はまさにその幕末から進化を遂げる地。そんな長崎を担う熱きクリエイターに迫ります。福祉とは自分を生かしてくれる仕事だと思ってます。この番組はカレント株式会社の提供でお送りします。障害を持っている方との触れ合いのきっかけっていうのが、僕が30の時に引きこもりの支援をされている方々とご一緒する機会があって、パソコンの技術を教えたり就職に向けて取り組みをするっていう、期間が限定されているプロジェクトだったので、継続して一緒に何かやれないかなっていうのが、たまたまそういうジャンルだっただけです。この方とだったらどんなお仕事を一緒に夢見ていけるかなっていうのをいつも考えているので、できないっていう概念を一度捨てて、やりたいからやるっていうのでやってみて、あ、やれちゃったねっていうのを楽しみながら毎日やってるので、彼女たちはとんでもないものを次から次に生み出してくるので、僕らの方がね、追っつかないっていう状況です。社長っぽくはないですよね。結構フランクな人で、話しやすいです。多分私路頭に迷ってたんじゃないかな。あってよかったなって思います。はい、彼らの能力、彼女たちの能力をもってすればとんでもないすごい仕事がたくさんできるはずなので、実現していきたいですね。僕はみんなに褒めてもらえる瞬間をこう虎視眈々と狙いながらそれが一番幸せですね。この番組はカレント株式会社の提供でお送りしました。